今日はですね、まあ、下北沢という町にやってまいりまして、はいはい、現在ノアさん絶賛遅刻中ということでですね先に私たちの方で歩いているんですけれども、まあ、ノアさんが映らないのでね、はい、残念ながらね道しか映っていないという状況です。道路です、まあ、映像的に見ると半分は空ですね。素晴らしい景色ですね。ということでちょっと先に歩かせていただきたいと思っております。はい、まあちょっとじゃあノアさんが来るまで私たちはみんな大好き大関にいたいと思います。それでは遅刻してきたノアさんがやってきましたよ皆さん。ちょっと暗くてあまりわからない。え、戻ってるんですか。ええ、こんにちは。はい、本日はですね、下北沢に来ました。イエイ、久しぶりに来たかな。3人で仲良くお散歩していきたいと思います。どうぞ。朝活。そうですよ、今日はいつも昼過ぎに会うというのに朝の、まあちょっとノアさんはお遅刻なされたんですけど、すいません。私と今日は9時50分からおりまして、ノアさん朝活ですよ。何も食べてないですよね。あ、朝ごはんはそんなに食べない。まあ、そんな食べないなら食べさせるという防御に。あ、朝ごはんを食べに行くんですね、これは。なんかキョウピンがすごいおすすめのお店があるらしい。どこだろう。どこだろう。ポッポが。ポッポ？ポッポがいる。野生のポッポが。本当だ。しかも結構肉厚だからさ。いいもん食べてる。いいもの食ってんな。あ、なんか見えたんじゃないか。オンザウェイ。ここ？ここ？らしいよ。さっきスクショした。え？あのさ、コーヒーのとこですよ。え？コーヒーのやつあるとこですよ。あ、多分そこです。え？来たかったの。え、巨人さん。めっちゃ嬉しい。やったじゃん。え、すごい。なんか下北沢で検索したらすぐ出てきたの。一回行ってみたかった。やったね。さ、人多いじゃん多分。いや朝だから大丈夫だった。いやさ、プライベートで行けないじゃん。すごい嬉しい。え、すごくない？キョーティン。キョーティン。え、本当ですか？キョーティン。でももうすぐだよ。うん、また。今何分？今37分だかも。うん、オッケー。イエーイ。この辺は何もないです。めっちゃ受けるんだけど。新しいの。下北、イエーイ。どこ行くの？わかんないよ。あそこも行く？おじやん。おじやん？おじやん。おじやん？うん。っていうとこめっちゃ行く。オズモポケット。ちょい寒。ノアさん、手挙げて当たんないといけないんだよ。もう全部書いてた。どっち？どっちかな。すごい光がもうなんかよくわかんない。あ、もう私もう光っちゃってるもん。テカテカ？テカテカ。テカテカ？オーガニック専門店。お
散歩とかは寒いのであんまりしないですね、普段。お家にいます、ずっと。インドア。あ、はい。無印あるよ。やってないよ。なんでやってないの？あ、やってるけど。はい。行ってきます。買いましたね。お買い上げです。行きましょう。ゴーゴー。さあ、お店はやっているだろうか。ワクワク。やっているのでしょうか。お母さん、もう食べるものは決まってらっしゃるの？え、入ったらすぐ決まる。どこに書いてあるの？母さん、悲しい。終わっちゃった。え、スパイス麺って何なんだろう、ね、辛そう。今日ってどんぐらい、あ、いない。どんぐらい辛いの、スパイス麺って。知らないです。メロンソーダブロートも食べたい、飲みたい。みんなでいっぱい食べよう。はい。寒い。来ました。スパイス麺。うん。スパイス麺の人。うん。二。ガーガーしました。一。と、スパイス麺二つと。二つ、はい。あとガパオライス一つ。ガパオライス。飲み物。はい、あ、何飲む？瀬戸ドリンクある。本当だ。どうする？とオレンジジュース一つ、二つ、三つ。食前食後いかがなさいますか？食前で。はい。どうぞ、よろしいですか？はい。はい、じゃあノアさん、ノアさん、いろいろと無印で買ったじゃないですか。はい。無印コンビニ紹介。イエーイ。急に始まる。アウトネリーです。どうぞ。今日の洋服は何ですか？ナディアです。どれが、どれが、どれが？セットアップ。コートは？コートはレディアズで。長いから。もう冬は寒いから長いやつを着る。なるほどね。ベルトは、ベルトは？ベルトもダディア。上の服は、上の服は？これはチルです。チルスチャート。耳は、耳は？耳なんかついてる。これファンの子にもらいました。これウィーゴー。ウィーゴ、割原宿コーデ。指は、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 これはめっちゃ高い、よくわかんない、オーダーメイドのやつ。これはファンの子くれた。爪は、爪は、爪は、爪はね、シナモンとコギーみたいな。かわいいね。メンヘラネイル、うん、でもギターやるからちょっと削っちゃったみたいな。アコギやるのに邪魔だったから削っちゃった、ちょっとだけ。ペロペロってできる。化粧水、これなんか保湿タイプ、有名なやつ。バシャバシャ使えるゲルエスですね。あとリップエッセンス、まあ、ピンクですね。これなんかちょっと人気らしいので買いました。保湿が大事だから。保湿バーム、いや、どんだけ保湿するんだよっていう話なんですけど、最近乾燥してて腕がカサカサしてきたので、バシバシに塗れるやつが欲しいなと思って、なんかいいらしい。バシバシに塗れるやつ。バシバシ。あとこれですね、ルースパウダーのプレストタイプのルーセントホワイト。これはなんかバズってロングセラーらしいです。あとはオイル系ですね、ホホオイルとスイートアーモンドオイル。お風呂上がりとかにね、つけたら潤うらしいですよ。で、ホホバオレの方はベタつきがないって書いてたので買いました。以上です。7000円ぐらいだった。おお、じゃあこれでトータルで下北沢1万円のやつね。あ、そうです、1万円企画です。後付けハッピーアイスクリームです。アイス屋さんいっぱいあるからやめてほしい。あ、見えてない。ウォーキングキルズ。皆さん、正月何してた？正月は、あ、アワビの皮を剥けるようになりました。
え、お若いってアワビ剥けるように、え、待って、剥くとかそういう概念ある？あ、なんかこう、え、あ、もうパカって両方閉まってるの開けるの、こうやってやって、こうやって、どういう正月を過ごしていたんですか？天ぷらも揚げれるようになりました。あと、あの、初めて、あの、和製バドミントン、なんていうんだっけ、和製バドミントン、羽子板、それ結構すごい、そう、和製バドミントンを初めてやって、あの、顔が墨だらけになって、あの、増田翼さんとやったんですけど、と、あの、息子さんと、もう一人お友達とやったんだけど、それで顔が、ミスをしたら、あの、顔に墨を描かれるっていうやつじゃないですか。知らなかったんだけど、なんか動きやすい格好で来てくださいっていきなり言われて、動きやすい格好で行ったら、羽子板があるで、羽子板をやりました。なるほどね。で、なんか帰り、マスク持ってきてなくて、なんか落として帰っちゃダメだよみたいな言われてて、で、なんか、あ、わかりましたみたいな感じになって、で、なんか、あ、マスク持ってきてないやって言ったら、え、今日はマスク貸さないよって、今日はマスクあげないよって言われて、そのまま帰って、そのままコンビニに行った。なんか楽しいお正月でしたどうしたって三度見されませんでしたか？下向いてた、できるだけ、うん、ちょっと急ぎでお願いします。下向いてさ、ね、上げた瞬間こんなん書いてあったの、ね、大丈夫そうって怖い、怖い自分でも怖かったもん。何が出てくるのかな？最近のお気に入り。何これ？ロムアンドっていうとこの、へぇ、ピントなんだけど、ピントってカサカサするじゃないですか。しないんです。おぉ、なるほどです。セコスルにしても、うん、てるてててる、あ、うん、曲が違うやないかいって写真、うん、苦しまないカンプマンドしてた、保険のいただきます。食べて。キュウリ、キュウリ。キュウリ好き。キュウリ。パプリカ。パプリカ。はい、皆さんこんにちは、佐藤ノアです。ノアさん、そういうオープニングしなくて大丈夫ですよ。どんな感じ？今日は来ましたぐらいVlog? Vlog?、うん、全部 Vlog?